渋野日向子、女子ゴルフ、世界ランキング、ワンランクアップ、40位、2022年2月7日付。2022年2月7日付の女子世界ランキングが発表され、トップ10の面々に変動はなかった。1位にコ・ジンヨン、韓国。2位にネリー・コルダ、米国。3位にリディア・コ、ニュージーランドが付けている。日本勢では、最上位に7位の笹生優花。米女子ツアー LPGA ドライブオン選手権は予選落ちとなったが、ランキングは変わらなかった。同大会を41位タイで終えた畑岡奈紗も、前週と変わらず、9位、大会を30位タイで終えた古江彩佳は14位と変わらなかった。その他、稲見萌寧が16位、西村優菜が38位、西郷真央が39位、渋野日向子がワンランクアップで40位と続いている。ドライブオン選手権で優勝のレオナ・マグワイア、アイルランドは17ランクアップで20位となった。ゴルフ情報、アルバ .net。みんなの声。渋野日向子さん、女子ゴルフ世界ランキングワンランクアップでした。まだ今季が始まっていませんから参考になりません。今、このオミクロンの世の中、国内にいて結果的には正解だと思います。弱毒化して、ただの風邪という人がいますが、これは誤りだと思います。2回目までのワクチン接種率が 79% と進んでいますので、この結果なのです。弱毒化したのではなく、ワクチン効果で抑えられているということです。そして、軽症という言葉とは全く違って、高熱や倦怠感で苦しいのが実際です。また、4人に1人に後遺症があるのも、風邪とは大きく違います。そして、2類から5類に下げられると困ることがあります。それは、PCR 検査、ワクチン接種、隔離療養、入院、治療にすべてお金がかかるということです。3月3日からの HSBC 女子チャンピオンズが楽しみです。昨年秋から安定してきていますので、結果が出せると思います。古江さんは、米女子ツアーに参戦して2戦を終えました。環境の違いに負けず、頑張っています。LPGA ドライブオン選手権では、30位タイと笹生さん、予選落ちや畑岡さん41位タイよりも成績が良かったです。渋野さんが参戦して、他の3人と切磋琢磨して頑張っていただきたいです。怪我のないよう、頑張ってください。どんな時も応援しています。今年は古江彩佳に注目。40位だけど、早く見たい、見たい度1番です。ベスト10に日本人が2人も入ってるのは、10年前からしたら奇跡。古江が入ったら3人か、古江頑張れ。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。